美味しいクラン当たりましたっておめでとう用事はちゃんと済んだのということね今日はあの中坂の卒業祝いをしていただいてました家族にはいまあだいぶ1か月遅れくらいなんですけど <laughs> 卒業祝いねご飯食べてきました美味しかったお腹いっぱいすぎて満腹すぎて お腹がパンパンですそうお祝いです皆さんこんばんはえめっちゃ食べちゃったわ、まあ、何食べたかは内緒にしておきますねあのデブデブって言われたくないのでお祝いしてくださいぜひはいおめでとうっておめでとうって <laughs> ありがとうございます <laughs> そうこんばんは <laughs> あ健康的ありがとう優しいおめでとうみんなおめでとうありがとうあ俺の嫁です誰俺の嫁投げたのあ俺の嫁ですおししかがざん 今日はあの肩甲骨のストレッチをしていきたいえ <laughs> <laughs> c コし声当たったおめでとうなんか最近ねマジで肩甲骨やなはい,いニキビ収まったんだけど悪化してんのよね実はなんか <laughs> ここ周辺の顔が今全部ベラベラってなっててめっちゃ痛いはい肩甲骨のストレッチ 皆さんはこうやって背中でこうやってさなんかいただきますできますかえ中坂はまあできるんですけどなんかマジで腕つりそうになる <laughs> えっとこういうのとかできますかあ中坂は届きますねこっち <laughs> 塔を取ってるやんえー、ねえケタコマさんありがとう少し少し ありが,とうございますがお祝いしてくださいなんて言うからだごめんありがとう頑張ってくださいねだってありがとう頑張るねあみこっちできないの <laughs> こっちできないのタワータワーのポーズしてストレッチしなきゃ,ゃー <laughs> いやまあありがとうございますえこっちできないみえもなんか 届くけど、えマジで右腕つる、<laughs> えぐい、ダ、う、メ、ん、だ,だ、え痛すぎる、おばあちゃんみたいですね。え右肩こっちはいけるんですよ。左肩が柔らかいってことだよね多分。痛い。痛いです。え。 いないです。どっちもできるの、え、すごい。ちょっと右、右肩甲骨が硬い,いです、ねよいしょ。いや、でも昔はできたよ。やっぱ右が今調子悪いんで。右、右の調子悪いってことですね。ピッチャーできないですね。ピッチャーといえば、今日はドラゴンズの。 開幕戦ですね皆さん見に行ってますか右投げですかあ右投げ右打ちですまあ、延長十一回延長したのはね知ってるんだよね <laughs> 同じやつにぶつかったからちょっとどけました。 ホローが1人、8 1人まで行きましたねということ皆さんのおかげです本当にこれしい <laughs> 見に行ってこでここにいるのはやばい <laughs> 確かに野球見てって感じですよねラジオ楽しみやえ楽しみにしてください本当にワクワクドキドキということねあのラジオ結構本当に素敵なラジオだなってめっちゃ感じるので ぜひ学校アカデミフォローしてきましたってうわ嬉しいありがとう明日も仕事やろうに現地面大変やなということでねなんかさ帰りとかやばそうだよねもうもぎゅもぎゅもぎゅもぎみたいなマンテリンドームの駅は行ったことある方なら分かると思うんですけどなんかめっちゃ長いんですよ道がだからでも道幅もめっちゃ広いんだけど 絶対モニョモニョモニョってなりそうだよねだからトヨタトヨタトヨスタから帰る時もなんか橋がでかい橋があるんですけどの橋のこうど真ん中は道路で両サイドが歩道なんですけどそこをこみんなでホニョ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 ってしながらトヨタ市駅に向かうのでだから多分バンテリも同じ感じだと思う巨人のさ方ファンの方でアウェイしてる方っていうかビジターしてる方はさ 明日も明後日も行くんかな大人の階段登ってしまったかだって大人の階段登ってしまった本当に登った感ありますかあ地下鉄は混むので大詰めから JR 乗るあ結構頭いいタイプですねラジオの内容はまだ言えないですねあの放送聞いてくださいぜひ あ名古屋に住んでる巨人ファンもいらっしゃいますねそりゃそうですよね中坂のお父さんは名古屋に住んでる広島ファンなんで <laughs> 球場から出るのも大変あそうなんだ野球はさこうピッチ周回みたいなしてくれないんですかえー、ランドセル中坂は背負わないよ 今日大学のお友達できた中ちゃんのことを紹介してきます <laughs>。マジ？大丈夫？今日今日の今日の友達で中ちゃんのことさ紹介して大丈夫？もっと仲良くなってからでも全然いいからね <laughs>。川崎のエスキンファンです。ありがとうございます。マジで昨日から大人っぽくなった気がする。え何があったんだろう昨日から？何も変わってないよ。眉毛脱色してちゃんと書いたくらい <laughs>。 何が違うあでも1日になったかってことか、えー、やっぱそういうことやっぱりトヨタの誇らに誇らかな縁のが母校ですえー、近いトヨタなんだじゃあいいね7階に何かあるんじゃんああ確かに「ヘイ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 ,ヘイ,ヘ,イ,ヘ,イヘイ」みたいなやつですねそう 川崎の中坂藩 <laughs> ありがとうございますあも麓か <laughs> やっぱバカバレるバカ <laughs> 同じ18歳じゃないよ当にえっ、ー、本当と18歳に見えない18歳に見えたいなでも意外なところでブラボーさんの写真ゲットできたので X にポストしておきました後で見ますね セ・リーグの本拠地で駅から一番近いのがよくハマスタじゃんあそうなんだハマスタね行ってみたいですけどね俺も川崎在住川崎多いねマジで神奈川出身マジ多いじゃあ次の神奈川ダービーが楽しみですね明日かな明日私が神奈川ダービーですかおっと急に行っていうねちもなかさんに飾ってあるアイドルの方を最近応援してるので今度中ちゃんの話してくるねだってぜひぜひ 中坂はあのアイドル友達欲しいんですよマジで <laughs> だから布教してください是非で中坂にも教えてそのアイドルさん <laughs> 中ちゃんの写真を添えて入学式の写真撮ろうとしたもうめっちゃ中坂じゃん嬉しいありがとう楽しいキャンパスライフをロアーラさん爆転しなくなった危ないですからねあれも意外と意外とね なんか着ぐるみでクッションありそうですけど絶対危ないですからそう「ハマスター初見で降りる改札間違えたら遠くなるあそうなんだチェリーセブンティーンがあざとくて見事に釣られましたわ見なきゃ今は他のグループにお友達いるいないんですよなんかなんかまあ連絡取れば「ああ」って言ってくれるくらいの 人はいらっしゃるんですけど、そうこまめに連絡を取ってる方はいらっしゃらないので、ね、作りたい。え、どっちがどっちがさよならホームラン？え、ドラゴンズ？ええー、すごーい。すごいよ。誰が打ったの？ホスカー選手？すごーい。やばやば。名古屋ドームのキャラクターの着ぐるみ？ えどういうことドアラとかってことですかすごドラ法えーすごーいあ札幌潜伏中さすがなんかおいしいもん食べましたか初安打がさよなら本塁打やばいね気持ちいいねきょぴこさん今日もチーム曲ということできょっぴピー本当にすごいんですよ大尊敬です やばい。<laughs> お土産で幸もなかさん買って職場の人になかちゃん宣伝しました。ええー、しい。ありがとうございます。そう、今いないんです、お友達全然。ドラムっていうゴリラのキャラクターいたんです。え、そうなんだ。え、調べてみよう。あ、ジャイアンツファンの方がいる。2連敗どうしてなのそういう時もあります。野球はさ、まあ今日負けても明日と明後日がまだあるじゃん。だから、そんなネガティブに考えちゃダメだよ。 1>, 1年で何回その対戦相手と対戦すると思ってるんですかまあ、6チームしかないけどさ <laughs> もうねえ今日まあ明日ちょっとドラゴンズが負けてほしいとは1ミリも思わないのであの明日は勝つといいですねなんてあのちょっと軽いことは言えないんですけど、まあ、ドラゴンズ以外の相手に勝つとこ,ことを信じていますねでも今年は実は中日1位予想じゃないので 1> あの1位予想したチームにやっぱ勝ってほしいなって思いますでも私が1位予想したチームが今どんくらいの順位にいるかはわかんないですでも上の方にいそ,うそうそう,目がいうそう絶対そう 野球毎日だけどサッカーは週1今週やばいんですよ3031に試合して明日試合があるんですよ水 JJ1 はね J3 はないんです J1J2 が明したあってで今週末もあるんですよ67もあるみたいな結構中ギュンギュンでちょっとグランパス今怪我人が多いのでちょっと頑張ってほしいなって思います。 キュッピーマジですごいんですよ本当に大尊敬なんかあのー「どうでもよくないの」のフリー出の時も研究生のみんなに入ってもらってたんですけどなんかキきッピー覚えるスピード絶対世紀より早かった本当にすごいです尊敬しますだから今日はグランパスカーなんかあのか全然無意識なんですけどそう明日は札幌であるのでねちょっとでも札幌さんは今のところまだ今シーズン勝ちなしなので 確かどうにか頑張ってほしいと思いますけどちょっと明日はグランパスなので勝ちたいと思いますグランパスが今年は美桜ちゃんちゃんと順位予想してきたのねということ毎年ちゃんとしてますよ順位予想 <laughs> 絶好調 FC 岐阜は FC 岐阜は次4月6日なんですけどえっと松本じゃない松本山がこの前ですねあの相模原ですね次は。 頑張ってほしいまたねちょっとあのホームカラーが緑のチームなのでもう目がこうなりそうですけどなんか4月6日は全然それどころじゃないのであのまあ終え,る終えたら追,追いますコンサドーレン応援します地元なので大事今年は中坂予想ですよ今年結構自信あるねそう明日のグランパスはアウェカでコンサドーレ戦ですねそうなんですよ ランパス怪我しないで勝ってくれね本当にこれ以上けが人が出たら普通に試合できないあのー、なんか気づいたらみんな期限付き移籍してて <laughs>、あのー、三井大輝選手とかも徳島行っちゃったし徳島もちょっと今いろいろあってすごい大変そうですよねで今日成瀬選手がビファーレン長崎行っちゃって降りるれみたいな <laughs> 普通に汗汗ですよねえっ今日ね緑の。 みたいな感じの写真あげてらっしゃいましたね。顔昨日めっちゃゆずぽさんに素でタメ口使っちゃって <laughs>。びっくりした。なんか、え、それなみたいな。え、マジでそれなみたいな感じで、なんか結構ガチ素でめっちゃためで喋っちゃって。あのー、本当にびっくりしました、うん。うん。ごめんなさいって言いましたよ、ちゃんと。<laughs> そう。 もうすぐ1300日なんだ今何日だったボブ坂さん応援しますえ嬉しいボブ坂です <laughs> マジでさ髪切ろうと思ってんだけどどう思う結構こんくらい <laughs> なかちゃん14層冬っピよ参考にした全然してないよみうはめっちゃめっちゃ結構直感で選びました今年は。 中坂が去年最下位予想したチームが毎年今年優勝してるんではい去年はあの去年最下位に予想したチームを今年は優勝すると直感で感じたのでそのチームにしましたもう一生ロングにはならなそうねでも一生ではないと思いますよなんかめっちゃ気分でエクステつけたいなって思ってるし普通に許可さえ降りればエクステつけるので。 そうゆずぽが着てた服くるみんが色違いも着てただってやっぱ有名ブランドとかだとありますよねそういうこと中坂もだってみくるとおなんクルとお揃いのお洋服とかありますもんそう,そう髪色も変えれるんだけど変えるつもりはないですマリンさんが電車の中で大音量でペイペイ 聞かかれたらししい <laughs> ペイペイ恥ずかしくないなんかどこで決済してもさ「ペイペイって言うからなんか最近ね事務所の自販機がペイペイ導入してあのー、すごい便利になったんだけどなんかもう過去一の最大音量で流れるの「ペイペイって流れるからちょっと恥ずかしいんだよねそうそう <laughs> そう え髪染めない全然染めるつもりないですそう花見行ってないまだ <laughs> 事務所の自販機ならええやろやちょっと恥ずかしいんですよめっちゃ「ピーピー」って流れて「おお」ってなっちゃいますえ残高ない今残り残高32円とか。 ペイペイにお金入れない派なんですよ。ピアスも開けない。痛いもん。ペイペイ設定で音量いじれるよ。違うんですよ。自販機が言うんですよ。ペイペイって。<laughs> 自販機の音量はちょっとこっちでは設定できないので。そうそう髪伸ばしてほしい。 えー、でも伸ばせないなんかもうこの長さですらもう切りたくなっちゃうからそうそうそう何ができるんだっけまあ12時までお仕事ができるように12時っていうかもう活動の時間制限がなくなったえー、まあ髪染めれるネイルできるピアス開けれるなんだろう と何がありますか。成人式もボブで行く。なんか同い年 S.K. の同い年がみんなロングであのー、すごい綺麗なトヤトヤ髪なのでま長、あ、さかボブでもいいかなってめっちゃ思ったりします。<laughs> そうそうああ水着解禁だって。まあ、それは分かんないですね。 こっちにやる気がないかもしれないから <laughs>。うん？めっちゃ今日目痒いんだけどこれは花粉症ですか？めっちゃいろんなことできるやんえそうだよ無敵です。ボブの着物可愛いえそれな交差とか噴火あ確かにもうマジで急に目きた今までくしゃみだけだったんですよ。 ほんとだ全員ロングじゃんそうなのだからボブでいこうかなみたいなあウェルカムコメントほんとだ買いまーしウェルカムコメントあこれか JK の時にこれしとけばよかったってあるもっと制服で出かけておけばよかったって思いますねネイルしたいんだけどねなんかまたささくれひどくなってきちゃったわ急に <laughs> 昨日22時過ぎに通知来てたのが衝撃でした。 ね、まだ慣れないよね私もまだ慣れてないなんかそのメールも23時まで送れるようになったんですけどなんか全然慣れないです21時52分なのに慌てないの新鮮するな終わってもいいよ嫌 <laughs> でしょみんな待ってみよ充電しながら配信しようと思ったのにさ何でさ充電器持ってきてるのに充電もせずにベラベラして喋ってたんだよも充電はねあるんですけどまだそう <laughs> 確かに制服配信もっとやるべきだったね24時まではやんないですもう眠たい眠たい <laughs> 24時まで最近ね起きてられないレベルで眠たいからでも昨日は配信終わってちょっとうだうだしてたっていうかもうなんか起き上がれなかった眠たすぎて <laughs> えもうめっちゃ眠たいからこう配信終わりました、はい、終わったみたいな感じでこうやってこうやって寝っ転がって なんかもうめっちゃうだうだしてたので、ね、携帯触りながら「ああ動かなきゃお風呂入ろうは」って思いながら30分弱ここにいた「イエーイ!で」でそのままでもちゃんと動いたそっかで12時半くらいには寝たので偉いですねそうマジもう最近 最近昨日はもうやばかったもう寝て寝こうすぐ行ったはいなんか「バイちゃーバイちゃー」無事ピュンってでもなんか思います自分は、まあ、夜型なんだけど夜型じゃないんだなみたいな感じるよねあお風呂上がりのすっぴん中坂のお風呂上がりルーティーンとかありますかお風呂上がって。 化粧水と乳液だけ塗っても髪ボッサボサの状態で来てじゃあ今からお風呂上がったので髪乾かしていきますって言って「ボーって「ビューン!」って「何ですよ!」みたいな何言ってるかわかんない配信面白いですねそれもまたね あ見たいですか本当にに面白い女でしょありがとうそうそうあみんなが意外と見たいって言ってくれてる嬉しいでもなんかボウにして、まあ、ロングの時も怠ったことは最近はないですけど なんかボブになってから髪の毛を乾かさずに寝たこと一回もなくてやっぱ楽だなって思います一回だけでもいいので見てみたいえじゃあ用件等で <laughs> でもいいお風呂はあんま早く入ることないんですよめっちゃお風呂入るの好きじゃなくて入るんだけどなんかその入らないのも無理だけどその入らないで置くっていう行為も無理なんだけど入るのもめっちゃ嫌いでなんかもう あの入ってしまえば楽しいんだけど入るまでのこのなんて気持ちがねわかりますか <laughs>。うだうだしたくなるこの気持ちわかりますか。でもなんかお風呂入らないと寝れないわっていう気持ちにもなるからなんかもう頑張らなきゃなって思うんだけどなんかうっ戦ってます。<laughs> そう。うん <laughs>。そう。 たまに嫁の髪の毛を乾かすすとと女性って大変だなと思いますって嫁の髪の髪毛乾かしてんのめっちゃ偉いやん世の中の男の皆様見習ってください <laughs> 彼女の髪乾かしてくださいあゆかぴょんにモテますそう本当にそうなんかもう洗面所に行くのがめっちゃだるいもん 嫁なんかおるかいな。あ、いかピラシかいないのだが、私もたまに乾かしてもらってるよ。って,っていいの？いいじゃないですか。じゃあします。ということで,でも、中坂の髪結構本当に秒で乾くんですよ。いわかんないなんかさ。皆さんがその乾かす時はなんかこう。美容師さんみたいにこうやって、ちょっと今たまたま近くにドライヤーがあるんですけど、<laughs> どういう状況って感じですよ。なんかえこうやって乾かしますか？ でもも中坂はもうこれ絶対無理腕絶対対腕痛いじゃんだから中坂の髪の乾かし方はここ,こでこ体操座りをしてここに膝を肘を引っ掛けてもうウェーってこっちはもう動かさないこっちはもう頑張るめっちゃウェイみたいなウェイみたいなウェイウェイってやって乾かすんですよ。そうすると5分5分仕上げに5分全体やったら乾きますね。 野村さんにで三代丸さんは、まあ、んかすすごいケアがすごい大変そうなんですよなんんでよか私の工程の倍以上やってるっていうかだからあの美が保たれてるんですけども三代丸さんはすごい工程がたくさんあるのでなん,かなんかちょっと邪魔したり口出ししたりこう <laughs> やり方が違ったらでも怒られちゃいそうじゃないですか分かんないけど <laughs> ね。ね中坂はさなんか「ウェイ!」とか言うのも。 やてよ <laughs> 結構キレてる <laughs> そう俺あやかぴょんと結婚したら絶対ダイソンのドライヤー買うって決めてるということでいいことじゃないですかそうそう短いから楽です本当に女性の髪乾かしたことありますよ大変ですよねえ大変です自分髪の毛ないのでということであ自分の代わりに奥さんのやってるってことですかさすがですね ドライヤーなんでって思ってねここで乾かすのがデフォだからここに置いてある <laughs> 家のボイラーが壊れて先頭,か先頭がゆいならね20時までにはお風呂に入るということで戦闘がゆいなのちょっと大変でも中坂のお家もなんか一回マジで給湯器壊れちゃったことあってなんか 最短でも3日後とかなんですすよってて言われて直すのがねで3日間お風呂なしは結構きついじゃないですか。でなんかその銭湯に通うとかも、まあ、候補にはあったんですけど結構真冬で、あのー、なんかそ湯冷めしちゃうっていうかそ行き来でもう本当に風邪ひくんじゃないかっていうくらいあの寒い時期だったのでなんかもうどうにか家で入ろうプロジェクトになって <laughs> めっちゃアナログ原始的なんですけど。あのー 鍋で <laughs> お湯を沸かしてでなんか給湯器はつかないけど水は出るわけですよだからあったかくない水は出るからあのこうめっちゃでかい桶みたいなのにこう熱湯熱湯熱湯シャワーちょっと水入れる熱湯熱湯ちょっと水入れるみたいなのを繰り返して4 0 °くらいを作ってそれをこう頑張ってクシャーってやってお風呂に3日間くらい入ってました。 <laughs> もうこの結構大変な3日間だったそう, <laughs> そう大変大変でした大浴場良かったいいですね井戸から汲んでくるみたいな本当にだから家のガスコンロでお湯沸かして お風呂場持ってってみたいなそう大浴場だめなのだから湯冷めしちゃうからう本当に寒い時期だったんですよでなんかさ中坂家お風呂入る時間がすごい遅いのとなんか家族全員の生活リズムがバラバラなのでそのまとまってみんなでお風呂行けないの <laughs> お風呂入る時間も自由だからもう本当に大変でしたね忘れられない思い出ですそう 22時報告ありがとうございます音中坂の時間ボイラーボイラーってやばくないボイラー家にある人中坂もおじいちゃん家にボイラーあるんですけどなんかボイラーを炊くとなんかちょっとまあガス代とかかかるじゃないですか電気代なのかガス代なのかかかるじゃないですかだからおじいちゃんはなんか洗い物はもう水でやるみたいなだからお正月とかに帰った時にもう水しか出なくてマジで冷たかった お風呂入る時と本んにたまにボイラー炊くけどなんか基本水 <laughs> そうだからもうめっちゃキンキンでしたおじいちゃんちの水めっちゃ美味しいわいなんでレベル上がらんのやだってえ確かにこれどうやったら上がるんだっけなんかあるよね何分見たらみたいな「ボイラーの定理」って何 分かんないよバカすぎて分かんないそう一級投機だよねそう視聴時間とコメント数やギフトポイントなるほどね赤坂さんはサウナ全然好きじゃないですボソ <laughs> <母装笑>あのそもそも公衆浴場とか全然好きじゃないタイプというか温泉とかにあんま魅力を 感じていない人なんですよ冷めてるんですよお湯と一緒お湯は冷めてないよっていうかねそうだから <laughs> サウナも別に行ったことないです行こうってもうあんまもない思わないですボイラーってお湯が沸きましたってノースするやつやそれは給湯器じゃないですかレレレレレレお風呂が沸きましたみたいなやつでしょそれとは給湯器だと思います ボイラーはなんかもう、ボーみたいな。<laughs> <laughs> こんな感じだよね。昨日、アミちゃんが0時近くまで配信してて感動した。うん、アミちゃんはマジで、あの、夜型人間だと思ってる。すごいよ、本当に。 そそうそう沸かすやつ沸かせんかまあ給湯器も沸くんだけどお風呂が沸きましたっていうか沸かしてるんだけどなんかもっと原始的に沸くやつです0時とか起きてられないそれな <laughs> 中坂も夜型だけどなんか起きてられないよなんかみんなガチの夜型って公演終わりでも4時とかに寝るんだって絶対無理公演の日に4時に寝るは絶対に無理だね 長坂はなんかもう本当にどうしても起きていなきゃいけない理由があれば勝ち込みで起きてる時もあるけど基本的にはもう0時超えたら寝たい <laughs> そうそう長坂は全然なんかあこれはガチの夜方じゃないんだななんか割となか体内時計は通常人間 夜の方が集中はできるタイプみたいなそんな感じですサッカーも海外サッカーも見れないんですよだから12時もあったら寝たいからそう中ちゃんは夜型じゃないね昨日確信し,した <laughs>、ね、なんかだから体内ない時は結構多分普通なんだと思う朝型とかでもなくてなんかもう昼が一番元気みたいな でも中坂はなんかどんだけ寝不足でも起きてなきゃいけないっていう日はなんか起きてられるんですよ、まあ、学校の授業とか無理ですけど学校の授業は別になんか起きていなきゃいけないっていう気持ちになれないからまあ無理なんですけどなんか例えばなんかそれこそこの前そのハラフライを山に行った時とか,なんか睡眠時間2時間とかだったんですよその日 <laughs>。で2時間でまあ行ったんですけどなんかその日はマジで1ミリも眠たくなかったの。 すごくない日中なんかもうマジで眠くなくてちょっと一緒に行った人たちはもう私より睡眠時間が短かったのでなんかもう並んでる途中で寝てるくらいすごい眠そうだったんですけど長坂は全然眠たたくなかったですそうそうだからなんかもうめっちゃ起きてよって思う時とかは多分起きてられるんですけどそうそう アドレナリンよく聞くタイプだそうでも公演後になんかみんな結構「公演後のアドレナリンで寝れない」とか言うんですけどそれはないですねなんかもうやりきりすぎてもうアドレナリンも残ってない <laughs> そうそう帰ってきたえそうなんか家に着いた瞬間に電源切れるよねやっぱり <laughs> そうそう怖い乗り物乗れますよ中坂だって あの今中坂が乗ったジェットコースターで一番楽しかったのフライングダイナソーだもんあれマジで楽しいなんか楽しすぎてもうハゲちゃう <laughs> あれもう風やばいよねマジで頭皮どんどん持ってかれますえココハちゃん怖い乗り物好きなのえ一緒に富士急に行きましょう 富士急に行ってくれる富士急でお化け屋敷に一緒に行ってくれる友達を探してます <laughs> えダイナソーフライングダイナソーはなんかマジビビってたんですけどめっちゃ楽しいです公園帰ったらメイクだけは落として絶対寝ますもう肌に負担はかけたくないそう。 ハリウッド・ザ・ドリームは今後ろ向きやってなくて私初めて行ったのが今年の1月とかなので <laughs> もう休止中だったんですでもハリウッドリの前は乗りました2回1日で<う> 1> 何でも乗れますかえ本当にお化け屋敷に一緒に行ってくれるメンバーを探してて長坂はもうマジでお化け屋敷大好きなんですよ ねえなんかもうで富士急のお化け屋敷ってもう結構レベチじゃないですかだから乗りたいんですけどあ乗りたい行きたいんですけど一緒に行ってくれる人マジでいなくてお化け屋敷にお化け屋敷得意なメンバーをちょっと探しといてください皆さん誘いますハリウッドザコシショウさんなら知ってるということでザコシさん面白いですよね <laughs> そう え高飛車乗りたいもうジェットコースターはマジで大好き今もう怖いもんないです富士急修学旅行で行った時に二度とジェットコースター乗らないことを決意しましたみも修学旅行は富士急だったんですけど中学の大丈夫その頃は一個もジェットコースター乗らなかったからマジで何のために行ったか分かんないレベルでアトラクションメリーゴーランドと一人で乗ったコーヒーカップとおこちゃまジェットコースターと いいしか乗ってないです <laughs> そうお化け屋敷は苦手だから面白いんじゃないのかでも途中でリタイアするとか言われたら結構イライラしちゃうからダメですなんかもうガチであの <laughs> 最後までちゃんと付き合ってくれる人がいいですもう長坂はマジお化け屋敷全然怖くない人なんで逆になんで怖いのかがマジでみじんも分かんない本当に分かんないんですよえお化け屋敷ってなんでで怖いんですか <laughs> なんかそこの気持ちに今ちょっと共感できないんですけどお化け屋敷って楽しい場所じゃんほ本当にんでだろうねなんで,でだろうねマジで怖くないんだよねお化け屋敷一緒に最後まで行ってくれる人と行きたいですあたまに本物が混ざってるからねなるほどねの本物見れたらラッキーじゃないそうそう。 ハゲちゃんはお化け屋敷全然ダメですゆいちゃん的には何が楽しいのお化け屋敷のえなんかその空間私お化け屋敷の空間がすごい好きなの <laughs> え怖くないの楽しみえ楽しいですもうお化け屋敷だだけで楽しい <laughs> 私は暗いだけで無理あー私暗いところが苦手みたいなのありますよね げちゃうよでもお化け屋敷は向かい風来ないから大丈夫大丈夫そうえなんか戦慄迷宮ガチで行きたいのでも行ってくれる人がいないさすがに一人でお化け屋敷は楽しくない <laughs> それは中坂にもさすがに分かるんですけどお化け屋敷にそのテンションで入る人見たことないとびっきりの笑顔きたなということねもう本当に大好き。 です。<laughs> こんにゃく飛んでくるの、こんにゃく飛んでくるの、それはびっくりだわ。夜に川釣りに行くと、めちゃくちゃ怖いよということ。あー、た確かに、なんかね。水辺って、ちょっとドキドキしちゃいますよね。<laughs> 幽霊は怖くないの、え全然怖くない。<laughs> なんか小学校の時に。 なんか肝試しを野外学習ででやったんんすよねなんかこの話結構鉄板すぎてショールームで結構3回目くらいにする話なんですけどもう肝試しをやった時になんか一緒の組だった男の子が小学生の時の話ね一緒の組の男の子がなんか先生が「ファー!」みたいなのやったのでもうなんかもうガチガチ驚きしちゃってなんか膝から崩れ落ちて膝流血しちゃってなんかもうすごいかわいそうだったのね。もうそれを見てなんかもう かわいいなみたいなもうなんかこ,これが怖いのかかわいいなって思いましためっちゃ。とか幼稚園の時にお化け屋敷を先生がなんかガチでやるっていうなんかうちらがお化け屋敷をしたあとになんかそのセットで先生がガチお化け屋敷をしてなんか私たちが全員そのお化け屋敷をクリアできたらアイスクリームが食べれるっていう。 なんかそういうイベントがあったんですけどなんかもうみんなガチで怖く、まあ、幼稚園ですからもう5歳6歳ですから怖くてなんかもうアイスをのチケットが入った段ボールを取りに行かなきゃいけないのに誰もそこまでたどり着けなかったのでもなんかもう一個も怖くなくて5歳6歳からねなんかもう余裕すぎてなんかすごいスッて帰った記憶がめっちゃあるだから本当に なんか天性のお化け屋敷大好き人間なんだと思いますバいちゃっちゃーということでお仕事頑張ってね <laughs> そうあ心霊スポットに行こうとは思わないですねお化け屋敷でいいなって思う行く場所じゃないなってすごい思います心霊スポットは <laughs> 仕事終わった」だって「あお疲れ様 そ,うそんな中ちゃんが怖い強いなって一番怖いのはみえちゃんのファンの個々の情報の把握力というのね <laughs> うんうんそう私を怖がらせてみろですかなんか怖ーいとはならないけどみえちゃんと楽しみますよキャーとか言いますでもなんかキャーより笑ってるのなんか一回ね長島のお化け屋敷に行ったことがあってなんかもう 長島のお化け屋敷はもう終始大爆笑しながら帰ってきちゃった。も <laughs> うなんか、なんか一個一個の仕掛けに全部笑っちゃうの <laughs>。そう。なんか笑っちゃう、て、なんか本当に大爆笑しながら帰ってきちゃったんだよね。何が怖い、中坂が思う世界で一番怖いものは。雷ですね。中坂がもう本当に一番この世で。怖いのは雷です。 でも長島怖いいらしでですすよよハゲちゃんんと言ったんですよ長島のお化け屋敷にハゲちゃんと行ったんですけどハゲちゃんはめっちゃ怖がってましたなんかもうずっと私にしがみついててえ可愛い,いみたいな可愛か,かった <laughs> そうなんでお化け屋敷大丈夫なの雷ダメなの雷はだって落ちてきたらあの死ぬじゃないですか が中坂はあの雷が鳴ってる時に外出れないし雷が鳴ってたらもうどんだけ近い距離でもタクシーで移動したいんですよ。な一回マジでね本当にワンメーターワンメーターをもう雷が鳴ってって外歩けないからタクシー呼んで帰りました。<laughs> 本当にそれくらい雷はダメです。なんか。 なんか傘さして雷の中傘さしてると自分の身長がより高くなってしかも傘ってこう尖ってるからなんか平石みたいになりそうでなんか落ちてきそうだからなんか雷鳴ってる日はもう傘ささずに帰るしこう誰かと一緒にいたら誰かに傘さしてもらう自分はさしたくないからでそこに入れてもらうみたいなあと木とかって雷落ちてきやすいとか言うじゃないですかだからもう木とか近づけないし基本まさかに電話しながら「しるしるしるって言いながら帰ってますね最悪ですね不謹慎ですねすみません 本当に雷怖いですもう本当に怖い誰かに傘させてもらっても同じじゃんでもなんかビュリビュリってなりそうじゃないですか怖い怖い J 行ってるると雷あるでしょ一回岐阜の試合見に行った時になんか落雷で試合が一時中断になったことがあってでなんかその日は、まあ、屋根の下では見てたんですけどもなんかすごいのもう私メインスタンドで見てたんだけど長良川のバックスタンドのもう真後ろにめっちゃもう稲妻が超走りまくりでえもうなんか恐ろしくて、ね、落雷注意で1時間くらい試合が止まっちゃって本当にその時は。 ずっと怖かったまず、あ、屋根の下にはいたんですけどだからねありますねサッカー見に行ってるとえそうでもその日はまさかと行ったのでまだ生きてましたあ静電気は平気ですね静電気マンなのでなんかさいやそのままね試合は再開できたんですけど終電コースでした JR 止まってて なんかへそが取られるのはうんじゃよくわかんないんですけど <laughs> もうとにかく雷に打たれるのが怖いです静電気マンですみゆめっちゃバチってすぐ来ます怖がる中坂さんが見てみたいマジ雷の日の外で出会ったらもうめっちゃ可愛いです私稲妻と光と音どっちも無理 えなんかもう存在が無理なんか光を見るから怖いとか音が鳴ってるから怖いじゃなくて雷が鳴ってるからもうざいの <laughs> すいません雷にちょっとブチギレちゃいましたごめんなさい雷にちょっとブチギレちゃったどうしよう高い山の上だと下からか雷が来ることがあるよねそうなの下からどういうこと跳ね返り雷ってこと 劇場,にお化け劇場でお化け見たらどんなリアクションになると思いますかだってえなんか「えー、待って今絶対お化けいたんだけど」って言っちゃう <laughs> 僕が平石になる前かっこいいがちゃんはいつでも可愛いよっていうことでありがとうそもそも信じてるのあお化けがいるかってことですか信じてないです <laughs> え信じてないから怖くないし信じてないから多分こんな能天気なんだと思う 劇場いいるって言うよよね見,は見たことないですよしょっちゅう公演終わりのもう真っ暗に消灯した劇場の中でよくイヤリングを落としてしまうので探しに行くんですけど見たことないですね一回も地震雷火事親父らしいからねということ中坂のパパ坂は優しいからねあんま怖くないんですけどあ上手側にいるんだやっぱ奥だからなのかな 上手側でも見たことないですからね本当に見える人は多分何も言わないと思う、まあ、確かに <laughs> 誰も信じてくれないって思えそうだもんね信じてもらうために幽霊になるからどういうことですか幽体離脱みたいな上手側が奥とは 下手側がメンバーとかの,その楽屋につながってるからなんか私的には上手側が奥の認識なのこうメンバー側から見ると学校に出るよ、ね、あでもそれはなんかめっちゃなんか一時期バズってたよね小学生の頃あのー、なんか理科室のなんか人体模型がとか音楽室の あの絵があってめっちゃ言うじゃないですか <laughs> それをめっちゃねみんなと楽しんでました <laughs> 夜中の学校に忍のび込むって何事何事そうあ20分えどうしようじゃ三30分まで喋ってエンディングにしますねありがとうございます教えてくれて。 ワヌーベー懐かしいなんか左手に宿りし鬼よみたいな「本手に力を」みたいなあーあの呪文みたいなやつめっちゃやった「悪霊は退散」みたいなやつですよね <laughs> そう <laughs> 高いところも平気ですね長坂スカイツリーとか大好きですよ スカイツリーも高いとこ吊り橋大好きなんか釣り橋が揺れる感覚がマジで楽しくないですかだからいとこと和歌山の和歌山かな三重かな和歌山かどっかの温泉に行った時になんか吊り橋がある温泉があってなんか私はその吊り橋が大好きすぎて毎年行ってたんだけどその吊り橋に雨の日に行ったの。 で雨だからみんなはやめとこうって言ってたんだけどもう長坂はその吊り橋を渡りたすぎてみんなを突き合わせてその吊り橋を雨の日に渡ったんですけどなんかもう滑るし揺れるしで車もそこ通れるから車通るともううわンもん揺れるんですよそこを長坂はもう走り回っててもめっちゃ揺らしまくってみんなに怒られてましてよく <laughs> めっちゃニコニコで揺らしちゃう,う超楽しい エエコエコザメラクって何ですか狭いところはうんあ嫌いじゃないんですけどね何か何が怖いんだろうな雷だけです吊 <laughs> り橋見るドキドキしないけど大丈夫みんなあでもバンジーとかはなんかそのレベチなのは無理ゆずぽさんとかが飛んだやつとかは無理です いや飛べんことはないけど、まあ、できることなら飛びたくないバ <laughs> ンジーは別に嫌いじゃないですけど、まあ、できることなら飛びたくないなって思います昨日はチームエストリカ中ちゃんカード出ましたありがとうそう新しいのがね出たので皆さんぜひゲットしてください <laughs> スカイダイビングも飛んでみたいなって思わないですね なんかなんかめっちゃさダメ理由は言えないです結構言っちゃいけないこと言いそうだからもう飛びたくないですできればあ虫は嫌いですねでもなんかゴキブリとか出ても意外と冷静なタイプキャーとかならないですあゴキブリだーくらい <laughs> なんかい犬とか猫とかも怖いけどなんか冷静にはなれるっていうかキャー そうならないですねあ。犬だ、猫だ、くらいです。え、雲とかも全然、あ、雲だ。蛇 <laughs>、あ、蛇はさすがに怖いよ。蛇とか蜂は苦手です。スカイダイビングする前に、まず飛行機乗れないですね。ということで。え、そう、飛行機乗れたい。い え動物は苦手ですよ基本的にもう全部なんか触れ合いはできないっていうくらいに苦手なんですけどなんかキャーとならない <laughs> 胎児もかえ胎児するのは心が痛くなるので私はしたくないですねカラスが怖いカラス怖いなんかこの前大須商店街歩いてたらなんかもうマジで「シュン!」みたいな時があってびっくりしました <laughs> そう 鹿,はあ鹿怖かったあの奈良に修学旅行で行った時鹿せんべいをあげるみたいな体験があったんですけどもうなんか怖すぎて全部友達にあげましたなんか鹿せんべい持ってるだけで鹿ってめっちゃ激突してくるじゃないですかもうそれが怖すぎて全部友達にあげましたなんか鳥も苦手だけどあ私鳩とマジで相性悪くて本当によく糞を落とされるのねだから <laughs> そこはちょっと嫌いですけど、まあ、それ以外は別に冷静ですいたって。 飛行機乗ったことない,い虫みも苦手でも今日歩いてったらバッタ見つけてなんかずっと写真撮ってたバッタも嬉しくてバッタに出会えたことが <laughs> あバッタだと思ってこの時期にさえ緑のバッタならまだ分かるけど茶色のバッタだったのなんか茶色のバッタって秋のイメージあったからさ「茶色のバッタだー」って写真撮ってましたみんなにメールで送るか悩んだけどさ虫苦手な人もいるかなって思ったからそっとやめておいたい動物園と水族館行かない なんか人と同じ楽しみ方はできないけど動物園も水族館も好きですそう昨 <laughs> 日うそ落いたよメールに送ったのが嘘朝一のメールで送ったことが嘘 <laughs> <coughs> 方やねえなんか中坂的に動物園はなんかもうなんか「あっゾウだ」あ「あキリンだ」みたいな「あゴリラいる」みたいな「あコアラ可愛いおラクダだ」みたいなあ「カンガルーいるわ」あフラミンゴだ」「ここに」<laughs>「あれいるよ」みたいなさん「お猿さんいるよ」みたいなそういう感じでいいのね。 なんかそのじっくり動物を見ようとはマジで思わなくてなんか「えゾウだー」みたいな「えキリンだー」みたいな「えコアラだー」みたいな「あ、マンドリルだー」みたいなそんなテンションでいいんですけどそれ楽しいって私の中ではこれが結構手本の楽しみ方だったんだけどあの前サーヤとヒメタんと動物園に行った時になんか2人はもうめっっちゃじっくり観察する派なの2人なのだからあこれが正式な動物園の楽しみ方なんやなってめっちゃ思いました。 結構やばいカイコ <laughs> カイコは私も嫌だ動物園と水族館どちらが好きですかエミュは動物園の方が好きですそう正式とかないそうそう何周もできそうな見方でも中坂はもうなんか東山動植物園に関してはもうなんかどこに何がいるとかもう全部分かってるからなんかその新鮮味がないというかああここに象いたよねみたいな正面 あの正門入って一番最初に出会う動物はサイなんだよ皆さんサイサイだーみたいな <laughs> ペアルックで歩くのも正式な楽しみ方だよやっぱ雨の動物園行かないといけないですからねそう,そうだからこっちにサイがいてみたいなここにミヤキャットみたいなのがいてそこの奥はゾウがいてみたいなサイをもうちょっと行くとシカみたいなゾーンがあってみたいな のがすごいめっちゃ入ってて頭の中に <laughs> そうだからあれなんですよ <laughs> あのなんかそのじっくり見ようってならないんですよねあんまり写真撮ろうと思う時もあるけど基本撮らないんですね見返すことがないから は虫のシーンも多めで送ろうとしたら NG が出たらしいやっぱ NG 出るんだじゃあみも今日バッタ送らなくて正解だったねでもねこんくらいのサイズだったのバッタめっちゃ踏みそうになってうわーって枝だと思って避けたらバッタでバッタだーと思ってめちゃくちゃカシゃくちとってました道にしゃがみ込んでバッタ取ってて絶対変な人だと思ってました思われてました東山動植物園の達人ですねということでそうなんです達人なんですよ なんか皆さんぜひ、ね、植物園は詳しくないんですけど動物園の方が詳しいのであの行ってみたい方がいたらぜひ何でも聞いてくださいふう。ふふ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 ふんふふ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 にふれあい動物園に。 なんか池田とふいちゃんはすっごい楽しそうにモルモットと触れ合ってたんですけど長中坂はもうなんか「大丈夫大丈夫 <laughs>」「大丈夫大丈夫」って言って写真撮りをしてました2人のそのくらいに動物とはなかなか触れ合わないですって感じですね今もマンドリル派ですかえマンドリルです明日行こうかなと思ってたら雨で断念ということで雨の動物園もいいんですよ なんか雨の動物園は行ったことないんですけど雨の東山動植物園の遊園地には行ったことあってもう結構な雨が降ってるとさすがに遊園地のアトラクション止まるんですけどなんか粒大きめの小雨が降ってたの <laughs> でなんかまだ動いてたから遊園地のジェットコースターがだからジェットコースターに乗ったんだってもうそしたらなんかもう顔を 取れるんじゃないかっていうからいあの激痛がずっと走りっぱなしのジェットコースターでしたジェットコースターも怖いのに雨の威力もすごすぎてなんかもう初めての体験でした <laughs> 結構忘れられない思い出ですねということで三十分なので終わりたいと思います <laughs> そう動物を愛してないわけじゃないです苦手なだけです え、長坂はなんか犬になんか噛まれた。夢を見てから動物が苦手なんですよ。ふくらはぎを引きちぎり、髪引きちぎられる夢を見てからあの苦手なんですよ。ということで。あ、今日も嘘だよがいっぱいなんですけど、読むんでいきたいと思います。あ、白さん、ピカピカ、パンダさん、ハート、白さん、ハート、イコラブちゃんさん、ハート、ハート、ハート、ネギ、ネギさん、可愛いコラボちゃんさん、ハート、ミジンコさん、ハート、黄色のひよこさん、オレンジ、サイパンダさん、ハート、ハート、ハート、白のくまさん嘘だよ。 えー、猫耳トリックアートイートさんピカピカえー、クモさんピカピカーピースさんハート自転車ラスカルさんウソだよウソだよウソだよ応援してるえ長、ー、子さんたらのオーバンダさん結婚してピースさんハート社長子さんたらのオープクロミちゃんさんハートピカピカハートハートハートあ違うハート別のクロミちゃんさんピカピカそして元,元の元のクロミちゃんさんハートハートハート さんグッドゲーム、ルルネコさんハート、メガネさんグッドゲーム、ピースさんハート、カエルさんハート、ミジンコさんピカピカ、カエルさん嘘だよ嘘だよ、ピースさんハート、パンダさんハート、ハート、ハート、うぞイさギさんハート、え、モモタン、あ、違うモモタたイキさんコリラックマさん、ネイム、モトトイセギさん、ハート、パンダさん、ハート、ピースさん、ハート、パンダさんハート、ハハーート、ト、ピースさん、ハート、パンダさん、ハート、ハート、自転車ラスカルさん、ピカピカピースさん、ハート、センターキュノノさん、ピカピカ、パンダさん、ハート、ウマシアンさん、ハート。 ええルルネコさんハートパンダさんハートクモさんレインボー自転車ラスカルさんたらンのオンプペンさんパンダさんハートハートピースさんハートウキーさんダルマハムスターさんえらいエゴさんピカ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 ルルネコさんナイフピースさんハートオムさんンダルマウキーさん嘘だよ自転車ラスカルさんたらンのオンプパンダさんハートエゴさんダルマウキーさん嘘だよイコロブちゃんさんハートハート自転車ラスカルさんハートクモさんピカピカウキーさん嘘だよイコロブちゃんさんハートこれなんだ バレンタインでチーズさんハートじゃじゃじゃウキーさん嘘だよピッスさんハートルヌネコさんハートウキーさん嘘だよウだよピスさんハートブブグーグーさんピカピカウキーさん嘘だよルヌネコさんピカピカパンダさんハートピースさんハートウキーさんウだよウだよピースさんハートミジンコさんハートウキーさんウだよウだよピースさんエイモルヌネコさんハートピースさんハートウキーさんウだよえずんのマンさんハート ウキイさうそだよピッサンハートルルネコさん、お花ウキイさんうそだよピッサンハートイコラブちゃんさん、チュウして。何投げチュッしてか投げチュウして。えウキイさんうそだよ。オタクさん小判ウキイさんうそだよ、すだよ、すだだよ。え、これ何ポップコーンルルネコさんポップコーンウキイさんうそだよ、ブブググさん、ピカピカとおといしゃさんうそだよ、パンダさん、ハートとおといしゃさんうそだよ、す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 だよ。 大橋ハートルンヌ猫さんハートとーとうさギさん嘘だよバレンタイン中坂さんハートありがとうございます他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますイエーイということで今日も皆さん配信を見てくださってありがとうございますたくさんのギフトもありがとうございますなんか「結婚して結婚して結婚して嘘だよ」だったらめっちゃさなんかすごいよねなんか全,員全員否定されてる気持ちですご悲しくなりますねということで皆さん今日もたくさんのギフトをありがとうございますイエーイ では、続きまして、ランキング読みたいと思います。今日の中身の73位は、デでデでデでデン、センターキャンナナコのバターのさんです。ありがとうございます。ありがとう。ということで、ありがとうございます。では、続きまして、20位から読みたいと思います。今日の20位から10位は、 せーのストライクさん、トートヨサギさん、ブーブグーブさん、男ッシュガヒルさん、モフモフさん、ピースさん、クモさん、ありがとうございます。イェーイ。ありがとうございます。では、13位からいきます。13位、ふん、さん、ありがとうございます。ん十っ。ふふふん12位、<laughs> さん、ありがとうございます。シャーシャ ええー、11いさんありがとうございますみずさりむぶんぶさぎ10いふふさんありがとうございますパンダシャンパンダシャン9位さんありがとうございますあじさいにゃんにゃんにゃん8さんありがとうございますマスクしてるくろみちゃんえー7位さんありがとうございますベイビーベイビーベイビバブーパ 6位、ふさんありがとうございます。ずーっと見ててふふふ。<laughs> 5位、ふさんありがとうございます。マまーシュ久しぶりじゃない四 <laughs> 4位、ふさんありがとうございます。シャコ土偶。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 ふふふふ。<laughs> えー3位、ふふふんふんさんありがとうございます。ワンワン。ワンワン。

すごいここで誕生日のご申告をされてる方がいらっしゃるのでお祝いしていきたいと思いますせーのハッピーバースデイトゥユーハッピーバースデイトゥユーハッピーバースデイディアンさんハッピーバースデイトゥユーということでお誕生日おめでとうおかえりお誕生日おめでとうございますどうですか中坂がない日常は スパイスの効いていないカレーのようで白くないシチューのようで大根の入っていないおでんのような日々ではなかったですか寂しかったですよねもっと中坂のことを考えてより日常を彩っていきましょうもっと中坂みゆちゃんを愛して中坂みゆちゃんのことで頭がいっぱいになるそんな 一年一生にしてくださいお誕生日おめでとうおめでとうえ確かになんかさ昨日誕生日だと一個下なんだよね謎だよね <laughs> ありがとうございます推し活も頑張りますということで。 中坂も今年も宮城に行けるように頑張ります。ということで皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございました今日の3連単予想は7 3 2でいきますせーの <laughs> 絶対ブスな顔してたなんと2が一番ということで今日は273237でしたイエーイ ということで六千四十六盛り上がりありがとうございました皆さんよかったら明日の配信も見てください明日は夜配信明日も夜配信ですもう一人誕生日の方がいるなんだとまたまたお誕生日どこ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 えどこにいらっしゃいますか見当たらないもう一回自己申告してください どこだ <laughs> 探しててガチの顔してましたあるまるさんって教えてくれた OK そのアバターの方探しますジーうちも誕生日ですということおめでとうハッピーバースデ h a p p ー,ーハッピーバースデ to y o ーと ハッピーバースデー DM さんハッピーバースデイトゥーユー,ー,ーお誕生日おめでとうどうですか中坂のことはいつから好きなんですかでもなんか最近よく見かけますけどやっぱ最近来られた方なんですかえ何きっかけで中坂にハマったんですか中坂みえちゃんのこと一生推しますよね 一生しますよねやっぱそうですよねやっぱ中坂みゆちゃんのどこが好きなんですかあそうかわいいですもんねということでえー、自分に自問自答して中坂みゆちゃんへの愛をどんどん深めていっていただけたらなと思いますえー、中坂みゆちゃんのことで頭がいっぱいになる人生を歩んでくださいお誕生日おめでとうおめ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 ,おめ おめでとうイェイ,イ,エイおめでとう皆さん今年はね、あのー、オプションがないので皆さんが自分思う、えー、自分の 表現できる「仲かさか愛」を表現していただけたらなと思います。はいということでね今日はお二人のお誕生日お祝いできて4月はなんか誕生日が多い月なイメージがありますからね今年は契約者倍増今月は今日先月の倍くらいの契約者さんを増やしていきたいなと思います皆さん改めてお誕生日おめでとう ということで、6120盛り上がりありがとうございましたもしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、Twitter と Instagram のフォロー、アメブロのチェックよろしくお願いします。今日はアメブロ更新したいなとは思っているんですけど、ちょっとできないかもしれないので、とりあえず公式ブログは更新できるように頑張ります。では、終わります。40代も明日で最後、楽しんでね。<laughs> せーの、ばいちゃん、じゃんけん,ぽん、ポンあっち向いて、ほい今日の合言葉は、 なかちゃんレッドバイバーイ <laughs> 明日も色配信です21時から多分予定では予定では21時からバイバイ